治療ありがとうございます。とりあえずみんなのところに戻るか、布も今回の試合で破れて壊れたから今後どうするかネルに聞かないとだしね。あ、いた、トトー。試合お疲れ様、すごいじゃない？あのラディウスを倒すなんて。そうだね、早いとは聞いてたけど、早さ以外は全部俺の方が勝ってたからなんとかなったよ。まあ、最終的には大怪我だったけど、戦闘力オーラや能力の温存が出てた。大会序盤で情報開示するのはリスクがありすぎるからね。でもトト、いつの間に光なんて習得したの？ずっと俺の中にあったんだよ。だから本能で光を理解してた。ずっとパトの中にいた。月下の記憶だよ。俺が今の俺になる時に月下が俺に記憶と魂をくれたって聞いたよ。ああ、そうだったわね。だから今回勝てたのは月下の力が大きかった。ありがとうね。あ、あははあ、そう言われるとなんかすっごく照れるわね。そういえばそうね、今のパトの記憶は私の記憶を基礎としてる。だから私の影響が大きいんだ。お互い次も頑張りましょうね。ああ見つけた。へい、近くで見るとかなりいいもの持ってるね。すごく穏やかな気分になるオーラだわ。誰？私はバハートシェレフ、地球防衛軍第5隊長、よろしくね。地球防衛軍の隊長、この子が、父さんと違ってかなり若いじゃないか。バハート久しぶりと言いたいところだけど近すぎ、もっと離れなさい。久しぶり、月下ちゃん、予選見てたよ。去年とは比べ物にならないくらい強くなったね。でもあなたもじゃない？去年より威力上がってるじゃない？まさか手抜きであの威力出されると思わなかったわ。二人は知り合いなの？そうだよ、私と月下ちゃんは永遠のライバル。どの分野でも常に私たちの世代の世界1位2位をずっと狙っている中、戦闘面では負けたことないんだけど、それ以外だと割と1位を持っていかれてるから私も頑張らないとってね。かなり負けず嫌いな性格の子なんだな。それでこの人は誰？月下ちゃんの彼氏。そうよ、あのラディウスを倒したからわざわざここまで来てたの。へぇ。じゃあ私も彼女候補に立候補しようかな。何やってるのよ。そんな大胆にくっつかないで。だって月下ちゃんには負けたくないんだもん。だから月下ちゃんの好きな人の心も1位になってみたくてね。ダメよ、ハレンチナ。それにそんなことしてもそこに愛はないでしょ。あるよ、だってすっごく好みなんだもん。モニター越しで見て人生で初めて一目惚れしたわ。一目惚れ。そうだよ、だからすぐ探してたんだから。やばい、月下にまたいじられる、ハフにまた嫉妬させる、かな。この感情をどう捉えれるんだろう。ソフィアは、まあ、大丈夫か。メリアは絶対に怒るだろうな。専属陣以外の子とこんなことしてたらな。あ、俺死んだ。子とかだって大会始まってからあまり関われてないのに。罪悪感が、罪悪感が。どう？まずは2番目でもいいよ。最終的に1番になれたら私は嬉しいから。いい加減離れてー。残念、こっちでした。いつの間に俺はこっち側に移動したんだ。パトも一緒に逃げたんだね。違う、俺も気づいたらこっちに。さて、そろそろ16リーグも動き出しそうだから戻ろうかな。早く帰りなさい。連絡先入れたから後から連絡するね。いつの間に。パスワードはちゃんとしてた方がいいよ。1234はちょっとねー。取られてたことすら気づかなかった。じゃあね。今の気配、オーブ。それじゃあね、パト君、私、本気だから。今のは間違いなく、メリアに聞いてみるか。パートー。ねえ、本気なの？本気でバハートちゃんにゾッコンになっちゃうの？え、でも行為を無下にしたくないけど、でも筋を通さないとだし、というかほほってセーフなのか、アウトなのか。もしアウトで潜在能力が解放してたら責任取らないと大変なことに。アウトに決まってるでしょ、私の目の前でイチャイチャしてー。ちょっと、私にも。え、違う、そういう意味じゃ。落ち着いて、結果。リーグ開始から約10分が経過した。だが残っている選手も多い上にコルボスは全くと言っていいほど実況で状況を確認できねえな。罠の設置、大抵そんなの他の予選者が許さないと思うんだがな。よそ見とは余裕だな。お前も余裕だな。俺なんかの相手をしていても意味ねえだろ。なぜトラップ使いを狙わない？トラップ使い、そんな奴いないだろう。はぁ、何を言ってる。リーグリーダーの説明聞いてなかったのか。お前こそわけのわからないことを言うな。リーグリーダーはすでに死んだだろう。そんなわけないだろう。先に脱落していたら実況が黙っていない。こいつ、まさか。二人だ、もう手遅れじゃねえか。なるほど、司会もそれがわかっていたからあえて黙っていたのか。さあ、コルボスの脅威に飲み込まれる中、首位選手一人だけ残りました。これはリアルバイオハザード。きっとコルボス選手はこの1年バイオハザードにハマっていたに違いありません。ふふ、何でもかんでも私の実況がステージに届くと思わないことだね。ちゃんとステージ内は狙
るよ。うわ、怖いですね。私あの場所にはいたくないです。そうですか、すっごく面白そうですけどね。運良くのゴブタからの範囲は視界や外部の情報で現時点の状況を把握しようとしたことですね。だからこの状況になるまで気づけなかった。よっぽどのことがない限り、勝者はホルボスって人でしょうね。そう、操られているってわかると一気に不気味に感じるぜ。おーっと、ここで新選手、ホルボス選手の罠、地雷を踏んだ。ちゃんと前を向いて走っていればかわせていたのに、良い子のみんなはちゃんと前を見て走ってくださいね。ああ、かわいそうに、恐怖のあまり冷静な判断ができなくなったんだな。だがそれすらも計算するのが罠使い、一人一人で動作から精神状態、すべてを計算して最小限の罠で最大の威力を発揮する。さて、あとは俺の能力、誤認操作、で他の連中を同士打ちにして、最後地雷でとどめを刺したら終わり、晴れて俺の勝ちだ。俺の実力を見る間もなくお前らは消えるんだ、情弱の弱者。ならお前はずっとこそこそ隠れてる陰湿なネクラってことでいいかな。誰だ？ハロー、引きこもりを引きずり出しに来ました。ああ、感謝はいらねえよ。後で長い長い手紙でも書いて郵便で送っといてくれ。よっこいセット。こうも目の前にいられるとお得意の罠も張れないか。図に乗るなよ、たまにいるんだ。運よく俺の罠にかからないやつ、それで勝った気になっているやつ。じゃあ来いよ、まどろっこしいのは嫌いだ。少しでもプライドがあるなら正々堂々で俺をひねり潰してみろ。こいつ、なんで俺の地雷に引っかかってもなお無傷で立っている。俺の能力にも感染してないし、地雷の下に潜んでいた俺を引きずり出してきた。いいだろう、なら見せてやる、俺の実力をな。俺が少し本気を出せばどうだ、全然気づけていない、これがお前の限界なんだよ。バーン。ニトロアーマー。俺の能力の一つ、触れれば爆発するオーラを体全体にまとう。これに触れれば大爆発が起きる。だがそれだと、その爆発の衝撃は俺にも来るんじゃないか。正解だ。だが俺には爆発系を無効化するオーラ性質がある。だから俺に爆発は効かない。もっと言うなら熱関係すべて効かない。俺のオーラは異質だ。故に俺だけができる戦法ということだ。珍しいだろう。さあ、これでさっきまで有利だった戦闘力差が埋まった。戦う元気があるならこのまま続けようぜ。図に乗るなと言ったはずだ。俺の罠はそれだけでは。そうかい、なら全部やっつくと。爆裂するヘルエクスプローション。じゃあ、これで綺麗さっぱり気分爽快、焼け野原、思う存分戦おうぜ。おい、嘘だろ。倒れてんじゃん、ふざけんなよ。あれくらいの爆発くらいどうにかしてくれよ。これから宗谷の旦那から教わった技術を試す一回だったのによ。ふざけんなよマジで。勝負あり。ここでも番組わせ、まさかあのホルボス選手、爆発耐性が皆無だった。これは間違いなく相性が悪かった。第16リーグ通過者、統合、中。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。